こんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。今回の動画はエフェクターを使おうということでですね、僕が個人的に持っていて、なおかつすごくおすすめなエフェクターをですね、この動画の中で、紹介していきたいと思います。で、今回紹介させていただくのはこちら、Zoom から出ている G21U というエフェクターですね。こちら、マルチエフェクターなんですけども、まあ、マルチエフェクター。簡単に言うといろんなエフェクターがこの1台の中に入っているんですね。普通のコンパクトエフェクターとかは、大体もう歪みだったら歪みが1種類、フランジャーだったらフランジャー、コーラスだったらコーラス、多くても1台で、1種類、2種類、多くて3種類の音が出せるかなという感じなんですけれども、こちらの Zoom の、マルチエフェクターではですね、いろんなエフェクターが入っていて、例えば、コンプレッサー、オートワウやペダルワウ、Zoom のノイズリダクション、あと歪み各種、オーバードライブやファズも、ディストーションも入っています。あとイコライザー、モジュレーション、フランジャーとかコーラスのことですね。あとディレイ、これ、あとリバーブですね。リバーブももちろん、各種リバーブが揃っております。でさらにこのペダルでですね、オートワウ、あじゃねえや、ペダルワウとか、ボリュームペダルの役割を、これが果たします。でさらにですね、あのリズムマシンがついたりとかしているので、この1台でですね、かなりいろんなことが、できます。なおかつ遊べるし、すごく練習もできますね。ただ、エフェクターがあまりにたくさん入っていすぎてですね、ちょっと使い方が少し難しいところはあると思うんですね。けど、それから勉強するためっていうわけじゃないですけども、まあ本当にですね、いろんな知識がつくので、まだエフェクターを持ったことがないとか、あとまだ1台2台コンパクトエフェクターを持っているけども、次エフェクター何にしようか迷っているなんていう人にはですね、もうかなりおすすめなエフェクターです。ちょっとわからない用語とかたくさん出てくるんですけども、まあこれでそういった用語や、例えばスレッショナルドとかディプスとかレイトとか言われてもよくわかんないじゃないですか。そういった単語をですね、しっかりと勉強することができるので、ぜひ、やってみてください。で、この動画の最後にですね、ちょっと僕からささやかながらおまけもご用意しておりますので、できれば最後までお付き合いいただければなと思います。ではちょっと僕がですね、手元を映しながら、どんな感じで使うのか、軽く使い方をですね、説明させていただきますので、ちょっとご覧ください。それでは早速エフェクターの使い方に入っていきましょう。これをアンプにつないで電源を入れた時点で、この時点でですね、全部で40種類のプリセットを楽しむことができます。プリセットというのはエフェクターの組み合わせです。例えば A の0、それでは早速エフェクターの使い方に入っていきましょう。まず電源を入れてですね、アンプにつないだ時点で40個のプリセット、エフェクターの組み合わせをですね、楽しむことができます。もう Zoom の人がですね、その40種類のプリセットというエフェクターの組み合わせを作ってくれているので、電源を入れて、自分でこのプットスイッチを押していくだけで、それらを楽しむことができます。ちょっとやってみましょうか。まず最初に電源を入れてみると、A の0というものが、プリセットが選択されています。で、このフットスイッチを押していくと、A の0から9までのプリセットが出てきます。で、さらに、B バンク。バンクという言い方をしますが、B バンクに移り、B バンクも同じように、0から9までのプリセットがあります。で、さらに C も同じように。で、D も同じように、0から9までやります。で、ここから0というバンクになるんですけれども、ここからは、ユーザーチャンネルというかですね、いじれないチャンネルになっておりまして、A、B、C、D と同じ役割を果たしています。A と0は同じバンク。これは B と同じバンク。これは C と同じバンク。D と同じバンク。というような感じですね。自分で作ったプリセットは、この A、B、C、D バンクにセーブできますけれども、元から入っている40個のプリセットは、この0、1、2、3に入っていて、それぞれ消せません。消せないというか、上書きできません。という感じですね。で、最初この40種類のプリセットだけでも十分楽しいですしね、面白いので、結構最初はこれだけで満足してしまうと思うんですけれども、実際ですね、使い込んでいくうちに、自分が欲しい音や必要としている音が、この中に入ってないことがあります。
その時はですね、自分で音色を作っていくことになりますので、ちょっと一緒に作っていってみましょうか。ちょっと時間の都合上ですね、私は早口で喋りますので、わからないところがあったら、巻き戻しをしてください。ではそれぞれのエフェクターの説明をしながら軽くいじってみます。一番左側のつまみがですね、エフェクターを選ぶつまみになるんですけれども、ちょっと一回全部エフェクターを切りますね。この OF というのはオフのことです。なんで今 OF ばっかりなんで、バイパスといって、ギターの音を何も加工せずにそのままアンプに流しています。では早速、この一番左側のつまみをいじって1個目のコンプレッサーからいきましょうか。コンプレッサーというのは音を圧縮するエフェクターです。強く弾いても弱く弾いてもちょうどいい中間ぐらいの音に、バランスを整えるというかですね、音量を、整えるエフェクターになります。コンプレッサーの効き具合を設定して、コンプレッサーのかかりどんな感じでかかるかを設定して、で最終的なレベル、音量ですね。これからレベルという言葉がたくさん出てきますけれども、レベルは音量のことです。ここで、最終的なレベルを調整をします。このコンプレッサーというのはちょっとですね、慣れないとかかっててもかかってなくても音の違いが分かんないと思うんですね。ちょっとそこはですね、耳を肥やすしかないですね。ちょっとマックスでかけてやってみますね。ちょっとレベルが小さいな。今の感じですね、もうかなりこれでもかというくらい、コンプレッサーがかかっているんですけれども、ちょっとこれは実際にですね、手にしてみて入れるとですね、ファーストスローってどんな音がするんだろうというのをいじってみた方が一番手っ取り早いです。でこれでコンプレッサーは一回切りましょう。でその次は、WOW とか EFX、ちょっと特殊なエフェクターが入っているところになりますね。これをまた、オンにします。あ、このフットスイッチを入れるとどっちでもいいのでエフェクターがオンになりますね。で、このところにはですね、このつまみの中にはですね、いろんなエフェクターが入っているので、そのエフェクターをですね、このプラスとマイナスのスイッチでですね、選んでいくことになります。一番最初はオートワウ。これは、ピッキングの強弱に応じて、自動的にワウをかけてしまうエフェクターですね。ちょっとやってみましょうか。ファンク系に多いですね、やっぱり。みたいな感じで、ぴょこ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 した不思議な音色になりますね。で、この輪のかかり具合なんかをここで設定して、使います。その時にちょっとトレモロなんかいってみましょうか。トレモロは分かりやすいです。ここで、この音の揺れ、これがトレモロなんですけれども、音の揺れの深さを調整して、ここで速さを調整して、これが数値が低ければ低いほど波がゆっくりになります。逆に高ければ高いほど速くなります。で、ここでトレモロのかかり方を、選びますね。0はかなり緩やかにかかりますけど、9はこんな感じでぶつ切りでかかります。なので例えば、使用例としてはすごく大きくトレモロをかけて、ゆっくりトレモロをかける。というような感じでしょうか。また逆にですね、この波をすごく小さくして、速さを速くしてという感じでも演奏することができます。というような感じですね。これをぶつ切りにするとですね、ちょっと飛び道具的な感じで面白いかなという感じです。で、これがトレモロ。その次ですね、フェイザーとか、いろいろ入ってるんですけども、最後にペダルワーなんかも入っています。ペダルワーに関してはですね、一番最後にこのペダルの紹介をするので、その時にちょっとやってみたいですね。で、これら、それぞれいろんなエフェクトが入っているので、実際手にしてみて、いろいろいじってみてください。では、一回切ります。
その次ちょっと飛んで、ディレイに行ってみましょうか。オンにします。ディレイというのは、一回弾いたら、やまびこ効果みたいな感じで、こうやって反復をしてくれるエフェクターです。この反復している音の、速さ、これを速くすれば、小さくすれば、そういう感じですぐに反復してくれます。逆にすごく大きくすると反復するまでに結構時間がかかります。結構遅いですね。私も僕弾いてませんよ。で、ここの反復する速度を決めたら、ここはです、反復回数、どのくらい返すかを決めますね。これをマックスにすればもうずっと続いたままですね。けどこれを逆にゼロにすると1回しか繰り返しません。というような感じです。で、ここでレベル、その反復する音の音量を調整しますね。例えばこれを小さくすれば小さく返ってきます。逆に100にすると入力された音の音量そのもので返してきますね。なんでちょっとこの速度を調整してというような感じになります。実際はくらいの速度しか弾いてないんですけども、ディレイをうまく使うことによってというような感じでですね、反復をうまくして不思議なフレーズを弾くこともできます。これがディレイってやつですね。次は、リバーブ。これは大きなホールなんかで、大きな声を出したりとか演奏したりするとですね、響くじゃないですか。わかりやすく言うと、大きなホールで話した時のエコーみたいな感じですね。そのエコーのかかり具合を、シミュレートしたものになります。ここでですね、その、エコーの種類じゃないや、エコーのかかり具合などを調整して、最終的にここでレベルを設定すると。で、一言でリバーブといってもですね、いろんなリバーブがあるんですね。これはホールというリバーブ、ルームというリバーブ、これなんだろうな。これにもゲートなどですね、プレートとかのリバーブがあるので、それのどんな感じのリバーブかをですね、ここで設定をしていくことになります。ちょっと違いは最初わからないと思うんですけども、ルームとホールではちょっとリバーブといってもですね、少しかかり方が違うんですね。なので、せっかくこのエフェクターではですね、いろんなリバーブが入っているので、それぞれのリバーブの特徴をですね、ぜひ耳で感じて、いじってみてください。では、一回聞きます。で、最後にですね、ちょっと歪みの方に行きましょう。ちょっとお待ちかねですね。ドライブというつまみがあるので、ドライブに合わせてオンにします。で、このエフェクターの場合はですね、アンプシミュレーターという言い方をするんですけれども、例えば、メサブギーや、マーシャル、あと、出てこないな、あとボックスとか、フェンダーとか、ローランドとか、いろんなアンプのメーカーがありますけども、それぞれのメーカーのアンプの特徴をですね、このエフェクターでですね、シミュレートするわけですね。例えば一番最初、この FC というやつはですね、フェンダーツインリバーブのアンプをシミュレートしたものになります。ここでアンプのゲイン、まあ簡単に言うと歪みですね、を設定して、トーン、そしてここでレベルを設定するという感じです。フェンダーツインリバーブはクリーンアンプなんで、ゲインをマックスにしても歪みませんけども、とりあえず音量は上がりますね。で、ここは、トーンですね。わかりやすく、10にすれば高音域が強調されて、数値を低くすれば、高音域が、ちょっと低くなって音がこもった感じになると思ってくれれば間違いないと思います。で、最終的なレベルをここで調整する音量ですね。というような感じです。次行ってみましょうか。フェンダーツインリバーブの次は、これボックスアンプですね。これもクリーンのアンプなんで、ゲインをマックスにしても歪みません。その次は、ローラのジャズコーラスですね。例えば、わかりやすくこの辺のブギー、これメサブギーのなんですけども、この辺だったらもう、ゲインを上げればもうガン歪みします。これも PB なんで、
かにも PB らしいデジタルな抜けの悪いサウンドが飛び出してきます。でこれの面白いところはですね、この OD というのはオーバードライブ、ボスの OD1 というオーバードライブのコンパクトエフェクターをシミュレートしたものなんですね。マルチエフェクトでコンパクトエフェクターをシミュレートするというのもちょっとなんか面白い感じが僕はするんですけれども、このオーバードライブもここで歪みを設定して、トーンを設定して、で最終的なレベルをここで設定するというような感じの流れになります。ちょっとやっぱりデジタル臭さが出てしまうのはしょうがないんですけどね。けどまあ OD1 のですね、なんかこうふくよかな感じがうまくシミュレートできてるなと思います。でその次もですね、これマーシャルのガバナーというコンパクトエフェクターですね、これもメタルゾーン MT2 という、高校生に大人気の、メタルゾーンというエフェクターをシミュレートしたものになります。これもすごく、歪むエフェクターなので、こんな感じで原因を上げ目にすると、みたいな感じでですね、メダルゾーンのザクザク感がうまく出てるなという感じです。まあこれもかなり抜けが悪いですけどね。で一番最後に、アコースティックシミュレーターというものがあってですね、これは、エレキギターを音を加工す、エレキギターの音を加工することによってアコギっぽく聞かせられる、エフェクターです。ちょっと今使っているギターがですね、少しピーキーすぎてあんまりアコギっぽくならないんですけれども、まあちょっとアコギのね、どうなりっぽい感じが出てるかなという感じですね。もう少しギブソン系の中域が豊かなギターだと、もう少しアコギっぽさが出るかなという感じです。うん。で、これがドライブつまみの説明でした。いろんなアンプが入っているので、アンプの音っぽいのが入っているので、ぜひともですね、いろいろと試し遊んでほしいなと思います。うん。で、これらをですね、今、一通り大事なところは説明をさせていただきました。で、これで、自分でいろいろと音を組み合わせていって、例えば、歪みが欲しいなと思ったら歪みを選択して、自分の好みの音色を見つけて、そしたら音作りをして、で歪みの他にもディレイが欲しいなと思ったらディレイをオンにして、ちょっとこれディレイかかりすぎだな、うん、薄くゆっくり欲しいですね、これちょっと上げましょう、これちょっとやりすぎだな。で、リバーブもちょっとかけちゃいましょうか。こういうような感じですね。これ歪ませすぎてかなり実用性が低いですけれども、まあ、そう思ったらこれで原因を下げて、うまく調整をしてください。でこのプリセット、やった自分の音ができたぜと思ったらこれで、セーブをする必要があります。このストアボタンを押して、そうするとこのプリセットのですね、どこの番組のどこの数字に保存しますかと聞いてきますので、これで自分が保存したいところに合わせて、例えば D の0だったら D の0に合わせてストアボタンを押すと、そうするとですね、いざ電源を入れてこの A の0でこんな音色だったとしても、D の0に、あ、これは逆だな、 D の0に合わせればさっき作った音色がいつでも出せますというような感じですね。それでは一番最後にですね、ペダルの説明をしてみたいと思います。うん。でこのペダルというのはですね、ここにボリューム、ワウ、ドライブ、モジュレーション、ディレイ、リバーブなど書いてあるんですけれども、大体の人がやっぱボリュームペダルかワウペダルとして使うと思います。ちょっとやってみましょうかね。これも
バウペダルというのがですね、さっきオートワウをちょっと使ってみたんですけれども、そのワウのつまみでですね、一番こっち側のペダルワウ PD というやつですね、これを設定する必要があります。で、ペダルワウのエフェクターをかけられるようにしたら、このペダルアサインというのがあるんですけども、これで、ワウのところをランプ点灯させてあげましょう。そうするとこれだけで、ワウのが得られます。僕がアップしている動画のですね、ワウペダルを使うという動画でもですね、これと全く同じものを使っていますね。このペダルを足で踏んで、ワウをかけています。で、他にもですね、例えばボリュームだったら向こう側にするとボリュームがマックスで、こちらにするとボリュームがゼロというような感じになります。他にもドライブだったら、これがもし歪みを設定していたら、この歪みのかかり具合を設定できますね。他にもモジュレーションとかディレイのかかり具合、リバーブのかかり具合をここで設定することができます。ちょっとこれ何に使うかよくわからないんですけども、大体の人がやっぱりペダルワウか、もしくはボリュームペダルで使うことがほとんどだと思います。うん。で、これがまた便利なことにですね、ペダルワウ、実際ライブなんかで立って演奏しているときにですね、このペダルワウをやってるのはいいんだけれども、まあ、曲のどこかでワウを切りたいときは必ず来るはずです。で、そのときにいちいちこっちでね、つまみを設定してなんてやってたら、ちょっと時間がないので、このペダルの先っぽを押し込むと、オフにすることができます。ちょっと今手でやってるんで結構きついんですけども、これ体重を乗せて足でやればそんなに大変ではないです。ここでもオフができると、というのも、まあ、ここにスイッチがついてるんですよね。あれどこだろう、スイッチはついてないのかな。うん、まあそのスイッチを踏み込むことによって、オンオフができるということです。うん、これでエフェクターの使い方は、一通り全部終わりですね。で、一番最後にですね、まだあるんですよ。すみません。ちょっと多機能すぎてまだあります。この再生ボタンを押すとですね、こんな感じでリズムマシーンを鳴らすことができます。リズムマシーンのパターンをここで選んで、そして、さらにここでテンポを選んで、この真ん中に点があるのは100ということです。今これ80テンポで、これをさらに上げていくと真ん中に点が出ますね。これは今100番台ですよということです。120、130、140で、どんどん上げていって、またさらにこの右側にもランプがつくと、200番台です。で、これをね、250まで上げられますね。で、このタップというところで自分でテンポを設定することもできます。うん。で、最終的なレベルをここで設定をすると、みたいな感じで練習をしたり遊んだりすることができますね。でも実際に使うのはこんな音ではなく、こんな感じのメトロノームをよく使うことになると思いますね。メトロノームをここで鳴らしておいて、テンポを設定して、で、あと僕がアップしている動画の、クロマチック練習やブラッシング練習などをするときに、このメトロノームと一緒に、みたいな感じ
練習するのがメインになると思います。うん、メトロノームがついているだけでもですね、かなり便利だと思うので、ぜひともですね、このリズムマシンやメトロノームを、活用してもらえればなと思います。で、最後にですね、ここの、ごめんなさい、まだあるんですよ。最後に言って、すいません。この両方のフットスイッチを押すとですね、バイパス、ギターの音を何も、加工せずにそのアンプに流すことですね、バイパスの状態になって、チューナー代わりになります。で、さらにですね、この片方を押せば、どっちでもいいんですけども、片方を押せば、そのバイパスは解除されるんですけども、このフットスイッチ両方とも長押しすることで、ミュートになります。まあ、ライブなんかで使っているときですね、音は出したくないけども、チューニングをしたいっていうときに、これを使うといいなっていう感じですね。というわけで、かなりもう25分ぐらいかかってしまいましたね。かなり長丁場ですけれども、まあ、これだけでもですね、いろんなエフェクターが説明できたと思うので、ぜひともですね、楽しんでもらえたらなと思います。それでは、ここで一回終わりますね。というわけで、こちらの G21U の簡単な使い方をご紹介させていただきました。20分程度、時間があったと思うんですけれども、まあ、その20分間でもですね、このですね、本当に一部分しか紹介しきれてない感じなんで、実際にですね、手に入れていただいて、取扱説明書なんかを見ながらですね、ああでもない、こうでもないとやっていただければ、もうすごい楽しいと思いますし、もう使いこなせれば、すごい練習にもなるし、役にも立つし、ですごく勉強にもなると思うんでね、ぜひ、実際に手に入れていろいろ試していただければと思います。で、こちらの方ですね、おまけでですね、ズームのおまけで、キューベースというソフト、パソコンのソフトですね、これの LE、ライトエディション、まあ、つまりお試し版です。それがですね、無料でついています。なんで、もしパソコンをお持ちの方、まあ、多分この YouTube の動画もパソコンで見てる人がほとんどだと思うんですけども、そのパソコンにですね、そのキューベースという DAW ソフト、DAW というパソコンの、なんつうのかな、まあ、MTR とかをイメージしてもらえばわかるかな。うん。打ち込みとかできるし、ギターとかも録音できるし、こっからギターをインプットさせて、で、この USB 端子からパソコンの方に、また入力をすると。そんな感じですね。これが、オーディオインターフェースっていう、録音の機械にも代用できるので、ぜひですね、そのキューベースの方もいろいろいじくって、結構設定とかが難しいんですけれども、いろいろ調べてですね、頑張ってやると、うん、キューベースの、ダウソフトの勉強にもなるかなと思います。うん。ぜひ、試してみてください。で、この動画の冒頭でも言ってたのは、僕からのささやかのおまけってやってたんですけれども、まあ、僕は一応これでもですね、楽器屋さんの店員というか、楽器屋さんが運営しているギター教室の講師なので、まあ、ちょっとお店の宣伝になってしまうんですが、もちろん当店アフタービートではですね、通信販売もやっていますので、こちらの G21U、メールでお問い合わせいただければですね、普通にお求めいただくことができます。で、その時ですね、普通に注文すると、先々と通常価格と一緒になってしまうので、メールにですね、お問い合わせしていただいた時にですね、YouTube の動画を見て、メールをしましたっていうことをですね、一言言っていただければ、5% オフでお求めいただけるようにさせていただきますので、ぜひですね、興味がありましたら、多分こっち側にリンクが貼ってあると思うんですけども、そちらの本、お店の方の、ギタースクールじゃない方のお店のホームページに行ってですね、お問い合わせいただければなという感じです。まあ、こんな感じで紹介させていただきました。今後もですね、僕が持っているすごいおすすめのエフェクトはまだまだたくさんありますので、それらをですね、紹介させていただこうかなと、紹介してみようかなと思っています。うん。では今回、いつになくすごく長丁場の動画になってしまいましたけれども、最後まで見てありがとうございます。ちょっとお疲れ様でございます。うん。またこれからもですね、いろいろ動画アップしていくので、お楽しみにしててください。